社帰りの携帯に女房からのメールが入った。挨拶もコメントも一切なく、書いてあるのは牛乳トイレットペーパーのり。最初の頃のメールには買ってきてねと書いてあった。もっと前は絵文字も入ってた。今では要件だけ牛乳トイレットペーパーのり。棚の奥の方の取り出すのだ。トイレットペーパーはパルプのやつを、再生紙は安くて助かるけれど、やっぱり肌触りは悪い。こんな思いやりを誰がしろ。寂しいなって思わない、これが家族というものだ。間の冗談のそんなもんじゃない。僕たちはこれで強くつながっている。牛乳トイレットペーパーのり、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 牛乳トイレットペーパーのり。朝も早くから女房の声で起こされる。今日の仕事の指示が飛ぶ。大きな声で風呂場換気扇トイレ。最初の頃の言い方はそう「してね」と優しかった。もっと前は自分でやっていた。今では指示だけ風呂場換気扇トイレ。風呂場のカビを取る。変装がきつくて吐きそうになる。換気扇を外そうとして踏み台が倒れて顔を打つ。トイレではブラシの水滴を払おうとしてトイレのヘリのところに叩いた拍子に目に入った。こんな苦労を誰がしろ。寂しいなんて思わない、これが家族というものだ。間の冗談のそんなもんじゃない。僕たちはこれで強くつながっている。風呂場換気扇トイレ、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 風呂場換気扇トイレ。